はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりに、ジオグエッサーやっていこうと思います。日本の特定の場所を当てます。ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。2日後、18日、21時頃にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブ度アンドグッドボタンプリーズ。ディスライブアーカイブアップロード、プレミアライブフォートゥーデイズアフターフォーユーマイ YouTube チャンネル。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひアクセス、フォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。これはどこでしょうね。ホームってどこだ。ホームはさあ、これだ。これがスタート地点となります。これですよね、いきなり出てきたはずって。これ兵庫県なんですよね。兵庫県笹栗市のとこにはずってあったはず。はずは北の方だったよな。はがじゃないわ。はずは一宮があって、ちぐさがあって勘違いかな。一宮、山崎一宮、羽賀とはずは勘違いだ。じゃあもうちょっと見てみますか。はずあれ、あそうか、愛知県か。愛知県です。勘違いしてましたね。これ西はず、これですよね。で、もう247に来ちゃってるのか。これ247か。で、今東向いてるんで、東向いてるってことは南から来ている。南から247に合流した。そして東はず港で、これか。まあスイカ課金してないのゆっくり行きますよ。あ、くそ、右側が見えないや。これごめんなさい、ちょっと右側が見えない。ちょっと こんなぐらいの幅かな。こんな感じやな。ということで、そう、247に合流する道で東はず港に行く道って結構限られるんだよな。あとここ峠になってるから、あ、一応まっすぐ見てみるか。
交差点名がわかるかもしれない。交差点名が書いてない。100円ショップがある。100円ショップ、ダイソーですね。ダイソーあるやん。ガバゴリ線接してないんだよな。あ、ガバゴリ線接してないか。これ、3車線で上があれでもう海が見え始めてんな。この辺あ、形はすごい合ってんな。その中の一品としてダイソーが入ってるっていう感じです。杉山多分ここだと思うんですけどね。フラージュとかこれ、あ、プラージュか。それが見えてくるので、ということはここは、あ、このここだよ。うん、ここです。元に戻りましょう。ここの、ね、水、右側は湖じゃないから、あとはもう1メートルですよね。難しいな。カーブはもうし始めている。で、道は真ん中かなと思うんで、センターラインないじゃないですか。センターライン、あ、ないってことは真ん中じゃないかな。ということで、はい、なのでここに、ここで行ってみます。ちょっと音大きいかな。BGOBS で言うと、だいたいゲージが半分、喋らないときは半分弱にいて、喋ってたらある程度大きい声出したら黄色でいくのが一番いいんだろうな。推測。あら？わずかに右だ。サウンドオフしてたけど、こんな感じで、わ、山だ。これは5分で解くの無理ですね。多分無理。こういう時はまず大きなとこで目星をつけないとね。すごいな。まあ大地ですよね。結構これ西成瀬、あ、町田市だ。なんか多摩丘陵っぽいと思ってたんだよな。町田市、西成瀬もう入り組んでるんですよね。町田市はわかるよ。町田市は、あ、これ長津田だから町田じゃない、こっちだ。問題はこの西成瀬がどこにあるのかだろうな。町田だったらこういう
凸凹したとこはすっごい多いんですよね。西成瀬2丁目。さらにこの地図変えられないからな。しよう。今あと何頭向いてんのか。大きい道出れるんじゃないかな、こっち行ったら。出てどうにかっていうわけじゃないと思います。西成瀬2丁目なんか生垣がありますね。オーディオテクニカ、なんでこんなとこにオーディオテクニカがあるんだ。もうでかいな、オーディオテクニカの会社。これ事業所なのか本社なのかわからないですが、なんかショールームもありそうな、でかい、なんか上が出っ張ってる施設ですね。あとこれ国道なんだろうかな。え、レギュラー79円っていつの時代だ。青い看板を早く見つけたいですね。成瀬は分かってるから。山田うどんの食堂なんだ。山田うどんに系列があるのか。うん、弓道っぽい。ロードサイド店が多い。何これ、成瀬橋川ですね。ここ谷なんだ。で、恩田川だ。恩田川って結構有名だな。町田レベルではですけど、恩田川を探せ。これ恩田川じゃないの。確か恩田川って町田の駅を、あ、違うわ、境川だ。恩田川下で、オンダ川ってどこだ。中央林海ってどこだろう。座間市か。いや、東側座間市じゃないか。これ中央林海ってそれ湘南台だからな、南側は。大和市か、どうやら。で、ま、じゃあ町田市役所があって、恩田川がどこか、鶴見川ですね、はあるんですよね。それはわかる。恩田川って結構メジャーだと思ったんだけど、あ、これだ、恩田川。恩田川は、恩田川沿いで成瀬の橋って絞らない、絞るっていうのが大事だ。本町だ。町田の本当の場所はこの辺にあるって言ってるわけか。
まあでもそんなに上流じゃないですね。ここに来るともうこっちから右は神奈川県なんで、あったあった、成瀬見つけましたね。今方角はどうなってる？南東に向かってる。南東？南東だ。多分こっち下流じゃないですか。うん。こっちかもしれないしね。こっちの可能性の方がでかいかな。あ、高瀬橋だから成瀬じゃない。ちょっとこれだと上流だ。これが成瀬橋？いや、扇橋って書いてる。弁天橋。成瀬橋って交差点は成瀬橋なんだけど、あっという間に高瀬橋だ。扇橋、弁天橋、これですね。今いるところは高瀬橋ってことは、この辺にで山田うどんは見てるんで、山田うどんまで遡る。これ山田うどん、これ山田うどんだろう。成瀬クリニック、カーブに入ってる。そうそうそう、あるね。あ、オーディオテクニカ、オーディオテクニカ、本社だったんだ、オーディオテクニカ。つまりこう入って、この後どうなってんだ。でここで入るんだけど、狭い道だったよな。そう、生垣になってて、これが生垣の部分だろうな。今いるのがどんどん下がっていく。とは、まあ、ここまでは下がるな。どう進んでるんだっけ。今ここじゃないの。なんて、松村邸の下枝桜、これがしだれ桜じゃないかな。あれ、こっちに来てるってこと。ちゃいますね。こっち側ですね今。で、反対側に来た。ここまではまあ確実だ。で、さらに登っていく。これは多分ここら辺だと思うんですよ。ここはスタート地点だったっけな。これがスタート地点だ。分かったんじゃないかな。ここら辺だよな、じゃあやっぱり。だってさ、ここ登ったら四次路が、三叉路があって、かつこの道はちょっと左に曲がってるから、ここなんだよな。じゃあこれもう運ですね。
そうだ、あの建物で判断するんだ。という時は反対側は、反対側は建物と建物の境か。じゃあほぼ合ってそうなんだけどな。うん、やることないし。お、これお、ゼロゲッサーって見えねえや。ゼロゲッサーだ。ヒュー、素晴らしい、ゼロゲッサーですね。こんな感じかな、フルで映ってる部分を表示すると。ちょっと2分近くあるんでお待ちください。はい、では次行きましょう。お、いきなり雪じゃないか。加藤建設工業。北海道っぽい。なんかあるが、いけんのか。あれ、いけない。ここまでですね。あ、工場の、加藤の工場の敷地だから、工場
この加藤建設工業の敷地だから行かせてもらえないんだ。ちょっと待って、センターラインになってますね。あと青看板がある。まあどう見てもこれ北海道っぽいかな。ユニオンの看板、土道看板じゃなかった。北海道はね、難しいよね。一気に難易度が上がります。ただね、これ結構重要なのが、ま、十字に交差してるんで開発された町だとは思うんですよね。あれなんだ、山じゃないですか。ニセコさん？北海道兄さん、北海道は決定ですね。これでマックスバリューがあるよ。じゃとりあえず右に行かないといけないっす。南11、東1。もう相変わらずだな、北海道。その、じゃあ北海道のどこかっていうとこを見ないといけないよね、まずは。時の、なんか。あ、くっちゃんか。つまりやっぱりあれ、ニセコに。予定山だこれで。北海道日産で結構限られるよな。南11東1、あった。南11条で東1って書いてるから、これですね。戻ろう。で、加藤なんたらカンターが近くに、ああ、もうわかった。これ。ここじゃないの、ユニオン。あ、ユニオンだ。もう、ここ行っちゃいます。反対側がこうなってるから、もうちょっとこっち。40秒になったらもう押しますね。アパートがありますね。まあでもここでいいと思いますが、嘘だろ、交差点が。4回目ですね。え、これなんだろう。また北海道かな。虻川って北海道だよな。上虻川。なんだ、新薬。バスがある。新書か、これ山手に行くからそんなにうまみがなさすぎるな。
そう、解像度がすごい悪い。下級の方はどうだ。ちょっと今回ヒントが少ないな。虻川って北海道の中でも函館寄りですね、比較的。全然ヒントがない。北海道出ると途端に難易度が跳ね上がるな。両方見てるけど全くヒントがない。ユナイテッド計測かん、あとなんだこれ、わからん。バス停がある、山岸、うん、北海道だよな。やっぱり錆びれてる。え、何、あ、かぶってるだけか。撮影の釘の場所でかぶっただけです。システムか。まあでもどこにでもあるか、なんとも言えないよな。全然ヒントになってない。何神市、淵上市、上市か、上市かな。いや、八郎型とか言ってるし、八郎型ってここじゃないですか。でも八郎型とは限らないんだよな。淵上市、あ、これか、片上市か。ってことはこの辺か。しかしこの辺はまあまた真っさらなんで、もうちょっと山の方だと思うんですよ。あ、虻川あった。やっぱりこの辺が怪しいな。ただ虻川とは、そこが虻川ですとは書いてないんですよね。もう一度スタート地点見てみるか。バス停があったよな、少し離れたとこに。そして、新薬ですね。バス停も新薬でいいのかな。新薬の新所かな、バス停は。氷川町なんでこんなに北じゃない。あ、新城か、違うな。もうここ前上流にはない。これじゃないの。ってことはさっきの一番奥には伊豆神社があったってことか。ダメだ、最初の地点に戻ったら過去の利益は出ないんだ。川ですよね。川があるんで暗渠に近いような、暗渠じゃないけどね、あるので、さっきのところで
まあ、いろいろあのカーブしてる、なんかもう一つバス停あったような、この多分十字路のとこだと思うんだけど、これが山岸であれば多分間違いないと思う。もうすぐ十字路が見えてきて、そこにバス停が存在します。バス停見えた。あ、山岸だ、間違いないわ。で、この先にの雪止まりが伊豆神社であれば確実。なんかないな、あの場所を特定付けるものはない。トステムとかも全然書いてないからな。どういうアクセス、伊豆神社があることはあるけど、こっからのアクセスはないんで。あー、ダメだな。伊豆神社かどうかはわからない。中央工業、まあここまで行ってみればいいよな。二座集落が、まあ、間違いないでしょうってことで戻ってみよう。曲がる前、あと建物の傾斜は違うかもよ。で、あと川だよな。川こっち側も出てるんだけど、これはわからないな。だと思う。あー、4メートル結構違った。はい、ということで、次これどこだろう。片上神阿武川かな。結晶カート、四枚だ。全然情報がないもんな。
北に行きすぎるとどこは、でももうすぐ終了なんだこれ。ということで少しお待ちください。お待たせいたしました。では、再開いたします。Twitch で配信してます。ぜひ Twitch ジオクエスターをご覧の方も、見ていただければ嬉しく思います。お、5回目なんだここ、海沿いだ。今度は一転してなんか行き止まり？行き止まりですね。行き止まりと思ったらなんと行き止まりだった。罠だな。ヒントがそんなにないかな。おっと、いや、ないわけじゃない。寺山マリ、あと電話番号が0768。どこだ、あ、和歌山県なのか、それとも寺山マリ。ナンバープレートは見えない。何かの漁港ですね。何の漁港なんでしょうね。まあ漁港はいいけど、なんかちょっと寂れてる気がする。宝達、宝達って石川県の宝達かな。まあでも石川県っぽくないけどな。うっすらと見えないのかな。水産庁は見える、判別できたんだが、それじゃ無理だな。ん、橋があるぞ。港手前の橋だ。他の名前は香川県の鵜飼川。香川県に鵜飼川があるんだ。香川の香川。そしてなんか一つ前見てみよう。いや違う違う違う、香川じゃなくて石川だ。須道路ってに接続している。須道路って249の結構いい道路ですね。
の道路、見附島はこれですね、縁結びのところだ。これじゃないの、鵜飼御居、漁港で、これがここだと思うんだよ。能登地層、能登地層入浴行きました。めちゃくちゃいい、おすすめです。こっちだな、あの見つけ行くのは。でもこういう寄り方はせずに、多分内浦街道からこう入ったんで、しかこう通ってはいるけど、こっちがちょっとやっぱり道が狭いんじゃないかなってことで、あえて通らなかった。そうですね、このまま行ったら多分能登地層があると思うんですよね。まあでもいいか、ちょっととか、あ、ちょっとがこれか、この先行ったら能登地層がある、あの一番あそこの畑な辺にっていうあたりかな。手前か、さっさとやっちゃいましょう。多分失敗しない。え、嘘、うわー、一筋反対側だった。うわー、やられた。時間がないんでね、焦っちゃいましたね。じゃあ行きましょう。2周目です。今回2周しようと思ってます。さあどこなんでしょうね。あ、なんか住所がありますね。なんだ、もう一度最初へ戻ろう。あとちょっと地盤が悪そう。川があるな。焦りは禁物ですね。学校じゃん。南輝く小学校。何市なんだろう、これだけやったらわからん。ん？ちょっと待った、え、何区？区になってるとこは政令指定都市か。何しかまだわからない。今北西を走ってる。ちょっと田んぼもあるんで、ん？妙だな。
ち行ってみてもいいかな。でも基本的にはなるべくまっすぐの方がいいんですよね。ほぼこれスタート地点だよな。逆に反対側はここで、行き止まりになってます。 T 字路、水すごい、なんか水路が多いな。ん？なんだろう。モニュメントがある。三国自治体は分からん。愛公園、なんだそれ。左側はなんか干拓地っぽいよな。さっき八郎潟出てきたけど、あとゾーン30ここからとか結構特徴がありますね。ここはなんだろう、これGAKKO 学校給食会だって。岡山県って言っても広いですけどね。ただね、岡山の中でも山手じゃ多分ない。これね、干拓地っぽいから、干拓地とか埋め立て地っぽいから、この小島湖あたりなんじゃないかな。岡山県学校給食会、南輝く。これ玉野に入ってるや。まあ別に玉野でもいいんですけど、玉野もあるし、ひょっとしたらこっち側小島とか、あの水島側かもしれないし、いえんな。今西へ向かってる。西って多分山の方向。もうとにかくヒントが少ないんだよな。LP ガス、LP ガス販売。お、反対側の方がなんかありそう。なんだこのお魚みたいなマークは。え、内海アーキット。ちょっと南紀小学校以外情報がなんか散らばっちゃってますね。パチンコ屋があったり、中井アーキテクト、ここら辺も全然あるからな。あ、山並みだ。
に輝く小学校まあ全然この辺もあるしな。この、 瀬戸大橋線、宇野線までは海だったっていうんですよね、昔。まあもしかしたら岡山じゃないの、岡山市じゃなく浦安町、岡田バス、岡田バス、うん、まあ脊髄反射が過ぎる人はこれ岡田だから、あの路面電車なる岡山だって思うかもしれないんですけど、断言できないですかね。広電バスも結構範囲広いし、あの広島の、ただ岡電バスって倉敷にはなかった、倉敷とか小島になかったような気はするんだよ。もっとか、小島ってすぐ山に、山が近づいてたから、こちら方面じゃないような気がするんだよな。花房、花房、なんか昨日やったあれ花房ですけど、先太閤立志伝がの中の武将にいましたね、花房が。ん？おっと？パティシエさん、屋さん。東中国歌屋。青い看板が欲しいんですよね。岡山信用金庫。断言できる量じゃ。お、富士クリーン株式会社。地理にその土地勘に浅い人だと分かりにくいかもな。今浦安っていうか書いてなかったっけ。浦安さんだった。そう、この岡山信用金庫の支店名が分かればいいんですけど、支店名書いてないかな。ん、浦安って書いて、浦安って書いてそう。あ、くそ、車が、じゃ支店がない。これ浦安支店ですよね、やっぱり浦安だ。ようやく近づいてきた。ん、さっき、あ、シャトレーゼじゃなかったっけ。あ、ここだ、ここだ、ようやく近づいてきた。しかし結構走っちゃってるんですよね。はっ、なんで
戻った方が手堅いか、あの広角にして、健康薬品、違う。セブンイレブンなんか見なかった。ここだよな。内科やきっとあった。以前あった。これが東中国大会、まだここら辺だ。花房一家はここだから慎重になるよな。だってまあパチンコ屋か、パチンコ屋がこれですよね多分。他に試運院はここ、で今ここで、まあ、ここだよな。うん。多分こっちが来たと思うんだよ。ん？北へ行ってるから。あ、いや、西だよな。内科空きと反対の LP ガス充填工場だ。でしばらく新味がないって言ってた道で、ここら辺かな。で三社員浦安だろうな。何にもないからな、ここ。あ、これ岡山県学校高級食会がある。東側だからここら辺だ今。 まだこの辺で結構混乱してた覚えがあるな。
が、これはここと。今ここと、ん？あれ？いや、ちょっと待って、西向かっていうかこっちだな。戻ってきた。ね、ここら辺、こっち側に行くってことか。ん？で、愛公園だ。愛公園の老人ホーム。書いてますね。あ、3と5組っていう。やつだ。ここの南へもう来た。また戻ってきた。と思いきや、また南へ行く。ここら辺かな？右側見たら。あら？いや、わかんないな。ちょっと待ってよ。これ。ここだ、多分。これは南東に向かってんな。南東って反対へこっち側ってことか。あ、そうだよな。つまり。ここだな。ここと思いきやここになって。下がっちゃってんだ。あ、南紀小学校が見えるはず。ってことは南紀小学校はどこだ？あ、なんだ？さっきの場所に出てきたやんけ。ここっていうことですね、今。で、この筋を通っていく。あった、南紀小学校あった。あ、とりあえず南紀小学校まで戻りましょう。いやー、結構時間がかかった。まだ行き過ぎてないよな。あった。ようやく南紀小学校の前を通っていってる。
この辺かな、コーポタカシだろうな、これ南紀小学校。橋はないな、わかんないな。会社歌唱会がありそう。あ、あー、なるほど、ここまでは行かなかったんじゃないの。で反対こっち行ってたら南紀小学校の前にぶつかったから、南紀小学校の前までは行ってないんだ。ということはあとどこの筋かを見当つける段階かな。結構互い違いになってるから難しいんだよな。うん、これが2つで、でこれプールだろ。だからさっきの1つ前の視点はこれここだったんだよ。つまり最初に戻ると、ここかな、この辺だと思う。まあゼロを狙おうと思ったらゼラ狙えるけどな。2つ間違って、その手前がここだと思う。うんだよな、多分そのいけるんかな。あれでもそんなに町があるわけじゃない。じゃあ行き止まりだ。ん？瀬の市か。あ、そうだよな。まあここでいいです。あ、惜しい、残り1メートルだった。うん。
難しいなこれ。だって入ってちょうど真ん中の上に、いや結構狭いとこ行ったり来たりしてるような感じは間違いないんだけど、こう出てたからあんまり良くなかったかもしれないですね。1分17分10秒で次のエリアスタートです。ん？あ、あ、東光寺だ。萩市東光寺、萩市松本ですね。石も結構古いんだよな。ただ、これはー、昔からある道ですよね。なんかあんまり山手の方にこれ以上行くと入ってくる感じはあるよな。萩市だろう。国道なのか、東光寺。あった、東光寺。あ、これ早い。5分以内に解決するね。これだったら。え、ちょっと待って、南へ向かってるよな、今。南へ向かっている道で。こっち側が南東だからこの辺だろうかな。ここか、ここか、ここですね。じゃあ、最初に戻って、もうすでに ケアネットケアサービスだってことだ。まあ、一発ですぐ分かりましたね。ただ0メートルを絞るのは結構難しいかもな。この辺住宅地はないんだよな。山手の方に一つあるけど、これかこれじゃないよな。で、崖地もちょうどないんで地形が全く分かんないんですよね。なので、まあとはいえ5000点にならないってことはないでしょう。まあ、ああ、え、なんで鼻外れてんだ。3メートルでした。まあ萩市松本の看板があったのがね、
容易でしたね、特定が。じゃあ次2回目いきましょう。スタート。え、なんだ俺。今回3回目です。これだけだと絞れないが、メゾンラフォーネ。なんか、コーポなんたらかんたら。なんか仮設住宅感があるな。なんか全部これ置いてる感じじゃないですか。しかもめちゃくちゃ規格的な建物。これなんかある。三杉町会館八雲町。三杉町会館八雲町って言ってるな。なんてあで。なんだろう、入れないのか。なんか全部あれですよね。あとこっち側はなんかすごい松が生えてる。標高ってそこで30キロって短いよな。なんだろう、トイレがある。え、何？八雲町、八雲はどうやら地名みたいだ。自治体名かどうかまではわからないけどね。0137？ 0137って北海道？あんまり山っぽくないですけどね。ああ、なんか一瞬ぐるっと回ってきた感じはある。ん？何センター？町民センターだ。この町民センター前からあるなんか建物っぽいですよね。あ、なんだ俺。
庶民センターだな。団地だよな。で、向こう側何もない。あ、ここまで行き止まりだ。ほんとヒントが足りないよな。あ、最初のとこに戻ってきたや。でかい、結構でかい施設だ。ないことを確認した上で戻る。八雲町であることは確定しましたね。何の八雲町なんだろう。北海道に確か八雲町あったけど、でも北海道だったらなんか雪のが積もった時にここが道路の目印ですよっていうのはあるんだよな。島根県八八雲町、八八雲、八八雲町、多分間違えて一つ多かっ、あの貼っちゃったんだろうな。何々支部とか出てるんですよね。肥料、肥料って結構無視できないよな。あとやっぱりこういう建物が建つってことは多分地盤がそんなに良くなくて高い建物が建てられない。つまり、比較的平地だったり、下手すればあの全あの岡山の干拓地みたいに昔海だったっていう可能性はありますね。八雲町までは、八雲町が何かが分かんないんだよな。だから電話番号で調べないですけどね。どっち行こう。あ、なんかマークがある。マークじゃない、青い道路標識があるんで行きましょう。あ、函館だ。函館市決定。八雲町ってまあ八雲町だろうな。八雲町って東側じゃなかったっけ。いや、もう函館市に吸収されてんじゃなかったかな。まあ、そんなにあの山手じゃないですよね。なのちょっと前行ってみよう。八雲市街県道42号線だ。八雲北檜山線ですね。あと右側は、あ、はいはいはい、標高が低いってことだから海に近いよな。42号線、そう、県道42号線です。
定トップだ。ちょっと待って、東に向かってるから八雲市街地は北斗市だろう。光線はこれだよな。八雲って、あ、ごめん、こっちだ。こっちですね、八雲町は。函館の範囲内だからっていうけど、森よりも全然北だ、これ。むしろおしゃべん万部に近い感じですね、ここ。まず42号線を探す。42号線ミルクロードがあります。今東へ向かってるから山手じゃない、なかったからなくてもこの辺の範囲にはあるんだろうな。美杉町会館ですよね、さっき書いてたのは。登ってるんですよ。なんで登ってんのだろうか。これは橋ですよね。八雲地方合同庁舎書いてますね。42号はこれがミルクロードだけど、こっちか、これかな。図書館があったり、美杉町がはどこかってことですよね。まあ、今いるのここじゃないかな。あ、図書館だから合ってるわ。ってことはこの42号線どんどん下がっていくんだけど、住宅地ですよね、これ。で次交差点があるけど、これはここだ。信号付きだよ。一応信号はこっちはないけど、こっちには信号がある感じですね。美杉町って謎だよな。まあいいでしょう。
で十字路がある。これはこっセンター業務員全員市事務所だ。この辺怪しくないですか。さあこれあの そうじゃないですか。これこのこれがこれなんですよ。ビレッジハウスなんですよね。でこう曲がってるから曲がって曲がりきったとこが最初の場所で、おまけに交差点があってここら辺なんですよ。もうちょっとこっちかな。ちょっと南側にも建物があるが、うん。でもね、これ以上は分からんな。まあでもこっち、ここでこの道の筋で合ってるんじゃないかなって見るしかないですからね。ああ。これちゃんと左側、道は左側通ってるから、左側通行だから、左なんだ。まあ、八雲ですね。八雲町立図書館とかの南ってことですね。はい。じゃあ、次が、2週目の4回目ってことですね。あと2回ですね、本日は。さあ、どうなりますか。あ、こんな感じですね。行ってみたい。ホンダカーズ。
県道、これ55号線なのかさ、10号線なのか。あ、縦になってますね。まず何県かっていうのがね、求められますが、おっと、東海市との境だ。北側行くと、東海市なんです。東海市って茨城県なのかな。東海って村だろうな。だから東海は東海でも愛知とかの東海、大府とか、そうだよな、そっちの方の東海だよな。東海市の南側なんだ。広げると市町村が見えてくるんで、これだな。東海市役所はここ。どこまでが東海市なんだろう。下がここ、で県道55号線が、あ、掛谷町あった。でここの県庁を探せばいいってこと。あとホンダカーズですよね。でもこれ旧道だよな、55号線って。お、富士屋レストランじゃないですか。イニシエの下八幡店、南行くと下ですよね。ただ今北に向かってるから、あ、この辺っぽいんだけどな。道路の形は、あ、24号線道の交差点だ。こっちを忘れてた。そうそうそう、こっちが境があるんだったら、こっちもあるはずなんですよ。その何市に入るかっていうのはあるはずなんだけどな。こっちはないな、看板が。知多八幡店ですよね。交差点名って変わる？交差点名はないです。そうだ、小川神殿っていう交差点名。これバイパスじゃないですか。なんでこれとは別に旧道があるような気がするんだけどな。でこれ見ると明らかに
ちだ、こっちなんだ、弓道ってこっちだ。これ多分あの気がつかない人はこっちの道ずっと探し、こっちの右の弓道をずっと探してると思いますよ。名鉄講和線沿いですね。情報量が多いな今回は。なので弓道側です。これあ、8万あったな。千田八幡あった。これだ、この交差点だ。ってことは多分こんな感じで南は千田市だったっけ。あくび町っていうのもある。でもまあ千田市だろうな。まあ、最初見よってみよう。最初なんだこれって思ったんですよね。そうしたらあのここに小川神殿の交差点があったっていうことになります。そしてここの川のこの辺じゃないでしょうかね。そうですよね。でも狭すぎるな。本当にこれ道路として計測されるんだろうか。出てきた。これが県道24号線ですよね。交差点に向かって、だからまあこれは合ってるんです。なのでやっぱりここなん、ここはここで、ここはこっちに出てる道はここなんだけど、ここは川があるんで本当ギリギリのギリギリじゃないですかね。これ車通っ、 Google を車通ったの本当に、まあ、ギリ通れなくはないけど、こっちは厳しいかな。 K でも正直ここ通れないと思う。終わってると思う。多分地元民でなければハマっちゃうポイントですね。てかまあそれ以前にここもダメだけどな。こっからだったら普通乗車でも大丈夫。ここも怖いですけどね。出てきましたね。うん、まあここでいいと思います。ただね、あ、惜しい。1メートルか、もっと北だったんだ。
さ、あと3分ぐらいで、最後が始まります。少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。では、これが5回目ラストです。なんだこの米山駅、JR 東日本の米山駅がある。米山って新潟県ですよね。柏崎だ。早い、もうびっくりした。一瞬もうすぐ出ることもあるんだ。北西であることをちゃんと確認して、もう一度最初の画面戻りましょう。これひどいな。1メートル、こんなの。中止。郵便局が貼ってだからな。わからんな、これ。本当にこれの道が合ってんのかだろうな。ああ、なるほど。こっちはこうなってんのか。
物は、でも建物は見えないんだよな。道路は？こっちの道路は、これ0メートル狙えなくはないけどっていうところですよね。うわー、これはちょっと難しいな。まあ満点ではありますが、あ、もう一個プレイできるけど、でもまあラストワンですね。これはエクストラ、これワゴー、ワゴーってまあ普通にあるよな。あら、なんか神社の名前がある。うん、まあいろいろあるよなとしか言いようがない。三島神社、これで絞れはしませんね。ヒントにはならないな。和合町ですね、どうやら。和合町が今も自治体として残っているのか、もしくは合併されたのか、ある自治体の、最初からある自治体の、町名でしかないのかっていうのはまだわからないですね。コーポ内藤か、まあ分からんよな。ピアノ教室、なんか一本道で昔からある道っていう感じはします。まあ船分からん。ハイツコスモス、ユートピア、浜松、浜松か。あ、確かに浜松の地名見た時に、和合町っていうのがあったような気がする。うん、地図の地図をちょっと扱う仕事をやってるんで、いろいろ地図見て地名とか見ることも多いんですよね。さて、ん？看板、祭りだ祭りだということで、まあ053って浜松の市街局番ですよね。なので、あと、え、浜松モール街、いや、これはただの看板じゃないわ。これはちゃんとした、ここだ、モール街っていうとこなんだ。あー、でもなんかなかなか昔の道から脱却できないよな。まあ、昔の道だけど、もうで長谷川だな。浜松をどこかっていうのが正直わかんないな。和合町って言っても広いしな。まあなんとなく JR の東海道線より
南にあるように見える。上空って浜松城の北とは限らないからな。なんだろうこれ、ちょっと山手なんですね。もう一つこっち薬屋がある。それなりに大きな道だな。長谷川整形外科。うん、待って、結構でかい整形外科ですよね。静岡銀行。まあでも結構走ってるからな。バス停名は和郷西なので、全体的に浜松の和郷ってとこだと思うんですよ。おビッグモーターがある話題の、話題ちょっと古いか。でも南って言ったけど、ちょっと自信はなくなったな。南じゃないかもしれない。和光、和光、うん、見覚えがあるんですよね、この和光って地名に。あの昔観山寺を行ったことがあるんです。あった、和光。そう、観山寺を行ったことあるんですが、その途中になんか和合っぽい地名があったようななっていう。あ、和合、あとこれ昔鉄道走ってたんだ多分。奥山線という軽便鉄道がね、遠州鉄道の。あ、じゃないのかな。和郷だな。爽やか、爽やか、静岡名物ハンバーグ。爽やか、でも和郷西だからな。これは東に向かってるんだ。東西を結ぶバスってことか、ま、この辺の筋が怪しいなってことになる。走ったらまあ姫街道でもぶつかんじゃないの。深谷、意外とだからアップダウンがあるんですよね。浜松辺にあって、浜松平野じゃなくてこれ浜松丘陵って言ってもいいぐらいだと思うんですね。浜松平野、遠州平野って言うけど、ん？なんか勘違いしてる？リハビリテーション。えらい和合を押してるなあ。あーダメだ、意外となかった。これ東ずっと向かってるよな。岩田、あ、まあまあまああるかも。浜松市リハビリテーション病院、結構これはでかいんで、あね、ここだよな今。ってことはやっぱりこの364沿いをずっと通ってきたってことになる。この最初の場所ってこの辺じゃないのかな。あ、そうだ、静銀があって、これだ、
ここ出てきたんだ。どんどん戻っていきます。どうだ、そうだ、出てきてこっちか、こっち側から来てるんだな。でこれがフレンズだよな、フレンズっていう。レベッカじゃないけどフレンズ。あれ？あれ？なんか急にワープした。あれ？あ、ここか。変か。うん？で、こっちに入っていったんだ。てかこっちか。こっちから来たんだ。ハンバーグ1クリーンハイツハイスコース、ディアス和合のとこまで下がっていったのかな。上には自衛隊がありますね。今こっち側通ってるね。あ、来た来た来た。ここまで下がってきた。この辺かな。あまり動きがない。あ、この辺だよな。この辺っていうか、まあこの辺か。うん、ここまで来た。シーシェル馬船だよな。でもう一つこっち側に来てる。この辺なんかないかって思ったけどなかった。
あれ？あれ？最初の場所と全然違う。そうそう、ずっと弓道があるって言ってた。それだな、ディアス和合。だからこれずっと行くとここにつながるんだ、このカーベリー公園っていうとこに。でもそこまでは行ってないから、これがディアスワゴか。で、だよな、だってここ左に曲がってすぐのとこだから、結構この道出るまでが、長谷川整形外科の道出るまでが長かった。まあでもで、このカーベリ公園出たとしても結構苦労させられるだろうな。三島神社もあった。ん？ということはや、引き馬とかの西の丘陵地だよな。引き肉食べ放題。ということで、あとまあちょっと詰める作業ぐらいだよな。ここに前にグランシャリオ3がある。惜しい、1メートルでした。はい。ということで、戻りましょう。戻った。戻れないのか、これ。戻れないんだ。まあこれやってても、あ、戻れないんだけど、あ、レベル13に上がりましたね。ここで戻れるんだな。プロソーシャル、プロアンリミテッド、プロエリートなんてあるんだな。で、このプロアンリミテッド以上じゃないと無制限の回数プレイはできない。
まあでも1回入っこの金額なら決して高いとは言えないんで、入ってみてもいいかもしれないですね。まあプロエリートまではいらないかな。スキンとかアニメーションとかコインとか言ってるけど、正直あの普通にマップ作って無制限プレイするっていうのがやっぱりあの重要なんで、まああと広告なしとかが重要なんで、このプロアンリミテッドでいいかと思いますね。多くやる人はこのプロアンリミテッドがいいのではないかなと思いました。はい、ということで、久しぶり、前回8月だったのでもう4ヶ月ぶりに、ジオグエッサやってみました。皆さんいかがだったでしょうか。また好評が多ければまたあのやろうと思います。この、配信はツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please。 そして、アーカイブ YouTube に2日後、18日21時頃にアップロード予定です。プレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。まあ、YouTube チャンネルアップロード This Live アーカイブ2 days after、 まあ、YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 TwitterX 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。リポスト、いいね、アカウントフォローお願いいたします。TwitterX my アカウント please follow and repost and good button please。 ということで、久しぶりにジオグエッサーやってみました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。